いけるかな。はい。始まりましたね。ちょうど8時に。はい。なりました。改めまして、こんばんは。こんばんは。それから、今日も見に来てくださってる皆さん、こんばんは。すでに結構いらっしゃる様子ですよ、リクト。嬉しいですね。ありがたいですね。ありがたいですね。150人近く見てる、今。ありがとうございます。やってきますか、じゃあ。はい。本日は、次走、まあ、僕の個人企画でもある未来への鍵第7回ということで、初めての鹿島アントラーズから参加してくださいます広瀬陸人選手です。よろしくお願いします。お願いします。まあ始まりだけカチッとやるけど、あとはまあラフな感じでやっていくから、はい、お願いします。ありがとうございます。まず引き受けてくれて忙しい中。いや全然、なかなか、たまにねちょくちょく電話したり、まあ、LINE くれたりしてるけど、そうっすね、しっかり話すのはあんまりないので、はい、まあ、こういう機会に、まあ、広瀬陸人を掘り下げていく中で、まあ、俺もいろんな刺激を得たいなと思っているので、今日は話していきましょうというところです。で、はい、聞いてくださっている皆さんもかなり多くの人が今見てくださっているので、ぜひ、まあ、僕でも陸人でも聞きたいことがあれば、最後チャットの方から拾い上げて、それにお答えする形も作りたいなと思っていますので、ぜひどんなことでも構わないので、拾えるのと拾えないのがあると思いますけど、なんとなく書いてもらえたらなと思います。では早速、リクト20今年6か。もう6っすよ。出会った時が2015年だから、何歳の時だ、6年、6年前、6年前、6年、6年前、20歳か。 5年前じゃない、5年前。21だ。俺21です。で、リクト3年いたもんね、徳島。4年です。4年か。ケン君が、俺1年いて、あとから入ってきたんです。そうです。そうだよね。そっから3年。16、17、18か。そうで、2018年は怪我がね、結構。あった年だったよね、確か。2017、18かな。17、18か。2年、17で初めてに怪我して、もうそっから結構怪我の連鎖。うん、あ、そっかそっか。そうそうそう。いやー、まあなんか、軽い雑談から入ると、はい、湘南、俺ら、プレイオフ、決勝の日、はい、あれ、前の日か、に、まあ、今だから話せるけど、アウェイの移動中にリクトから急に電話かかってきて、覚えてるお前。え？で、俺バス、羽田から俺、平塚に向かうバスの中で、リクトから電話かかってきて、なんか出て、バスの中でどうしたみたいな、ちっちゃい声で出たら、ケン君、俺わかんないっす、とか言って。覚えてない？どんなこと言いましたっけ？遺跡の話をお前が俺に振ってきて、てか相談してきて。え ?2018?19。あ、19の年ね。そう、19の年。19終わりよ。ああ、なるほどね。そう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 。はいはいはい。マリノスにいて、そう。マリノスにいて。あ、そうだった。まあ、この辺は今からもうそんなあれでしょ。話さない方がいい。どう？いや、全然です。そうそう。移動中にかかってきて。まあ、どうしたらいいですか、俺、みたいな。いや、お前の心配する前に俺今人生かかるし明日あるんだけど俺基本あれ人のことが気にしないじゃないですか。気にしない、自分中心だから。うん、いや、かわいいなと思って。まあ頑張れもついでにね、うん、俺メインで、うん、こっち頑張れね。いや、俺は基本的にそう相談されるの嬉しいから、うん、もういや、なんかそういう時に頼りにされるってやっぱ嬉しいじゃん、人として。うん、なんかどうでもいいやつにそんな電話できないじゃん。当たり前だけど。そう、うん。それがたまたま俺は移動中で。そう。そうそうそう。
俺、お前の人生の相談乗ってる場合じゃねえんだけど、今みたいな。言ってたわ。そう言ってたでしょ。言ってたわ。なんでそんなこと言うんですかとか言って、いや、俺、明日決勝だからっつって。おう、そうかとか言って確かに めっちゃ覚えてるもん。うん、まあね、それが別に結果には何も反映しないんで、いや、だからそんなこともあったなって感じでね、最近だと結構思い出深いですよ、うん。ちょっと話戻ると、2014年にさ、うん、高卒浦和レッズユースから、レッズユースからです。ね、水戸に入ってさ、はい、この年30試合出てるでしょ、はい、?30 試合って言うともう、高卒1年目で30試合ってもう結構な稼働率だと思うのね、俺。うん、近年の高卒の子で J2 例って言ってもそんなに30試合出るってなかなか聞かないから、なんかそこら辺の感触どうだったの、1年目30試合出てみて。いやー、まあまず出れたのはもう、まあ監督にまあ周りの人に恵まれてたっていうのと、まあでも実際やってみてなんか結構できちゃう部分もあったんで、その時はまあ、めちゃくちゃ線細かったですけど、別になんか体当たり負けしてるっていうイメージもなかったし、うん、まあ、その時はイケイケで、まあ、ノリではないけど、うん、まあ、そんな感じでやれてたかなっていう。めちゃくちゃその波は激しかったけど、プレーで。ああ、パフォーマンスの？パフォーマンスは。だから周りの人に、まあ、結構迷惑っていうか、負担をかけてたけど、でもその周りの人たちも、うん、もうお前若いんだから別に気にしなくていいよって言ってもらえたから、うん、まあ周りに恵まれてたなっていうのはあります。それ先輩スタッフ、まあ先輩もスタッフ両方含めて、うん、波はさ、なんかどれぐらいの割合で感じてた、なんかいい時何パー、悪い時何パーぐらい、30試合あって。ああ、でも20、10ぐらいかな。20試合良くて、あ、そういうことか。びっくりした。おう、パース70%足んねえよと思っちゃったよ。20試合良くて、10試合悪いみたいな。うん、ああ、じゃあ 30% ぐらいか、33% ぐらい。20試合良くてか、66? うん、そうっすね。ぐらい。7割ぐらいはじゃあ、うん、出てる中でも割と自分のプレーができてるっていう感触ではいたのね。うん、どの辺で、なんかそこら辺の割合どうなん、今は。今はというか、どの辺が変わる、まあ、年と年齢重ねて、うん、まあ、自分で言うのもあれだけど、まあ、ここ、まあ、自分から、前を動かせるようになった。ああ、コミュニケーション取って。うん、今までは、じゃサイドバックやってたらセンターバックの人、うん、ボランチの人が言ってくれて言ってたけど、今は自分が ボランチとかセンターバックとか引き寄せて、うん、でサイドハーフも動かせる、うん、まあ元もあんま守備したくないから、うん、まあ、守備になった時はまあその前を動かしてボールをサイドハーフに渡らせないようにとか、うん、そういうのをできるようになったかな。それいつぐらい？そう、いつぐらいだろう。それこそ徳島1年目だから、プロ2年目か2、3年目の時に、先輩に、うん、まあ、そうやってもっと間違っててもいいから、うん、指示した方がいいって言われたのがきっかけかな。そんぐらいから。うん、それ誰に言われたの？あ、まあ藤原幸太郎くんとか、 あと、その時右サイドハーフ、あの広瀬智也、うんうんうん、智くんが、サイドハーフは、まあ、前線前同士でやってたから、智くん後ろから声出された方が嬉しいっていうのを言われてから、間違っててもいいからとりあえず出してって言われてからですかね。でそれがなんか多分喋り出してからいろいろトライアンドエラーあったしょ、やりながら。え、なんすか、トライない。なんか、やりながらさ、もちろん失敗もあったじゃん、そのコミュニケーション。ああ。うまくいかないこともあったじゃん。喋ってみるけど、あ、今のなんか右じゃなくて左だったな、みたいなことがあるじゃん。うん、いや、今行けって言ったけど行かない方がよかったな、とか。うん。その辺の整理はついてきてるの、今。あ、今はもうついてますね。まあでも。ごめん、もうちょい前だったら。まあ、まあ、やっぱ失敗しないと分かんないから。うん、もちろんもちろん。しかも空いていることだし、うん、
まあ今、その失敗はあるけど、その頻度は減ってます。確実に。まあでもその、なんていうの、監督それぞれによってやり方違うから、毎回毎回、じゃあ監督変わるごとに、その、とか、まあ毎年やること変わるごとに、まあその指示の仕方とか変わるけど、まあでも失敗とかそういうの減ってきたかなと思って。うん、リクトがさ、サイドバックやっててさ、自分のサイドにボールが来てさ、まあ2対2とか3対3ぐらいのグループ戦術みたいな局面あるじゃん。ちょっと押し込まれて。うん。あの時気をつけてることって何かある？気をつけてることか。うん。でも俺はなるべくサイドハーフを、例えばサイドバックが上がってきた時に、うん、サイドハーフが自分の前にいて、うん、高石取ってきた時にサイドハーフを自分のラインまで戻したくないんです。うんうんうん。サイドハーフは前にいて、うん、ボールの、センターバックとかボランチからの配球のコースだけ切ってもらって、うん、俺がどっちにも行ける対応したいんです。なるほどね。で、サイド、それを取った時にすぐ前に出れるようにサイドハーフは前に置いておきたいです。基本的には。守備をしてるけど攻撃の1点目を打ってるみたいなことね。うん、そうそう。うん。なるほどね。それってなんか、あれな、独学なん？結構経験していく中で。どうだろうな。まあ、もちろん教わることもあるけど。いや、なんかまあ、自分がもともとサイドハーフとか、前の方やってたときに、うんうん、じゃ例えば、そのサイドバックについてきて、うん、そこまで下がって、じゃあ、ボール取りました。また前に行くのしんどいなと思って。うんうんうん、まあ、そういうのを思って、だからかな、多分そういうやり方が自分がいいなと思うのは。なるほどね。なんかリクトの、そうだな、まだ若いから何とも言えないけど、まあキャリアを見ていると、まあちょっと今キャリアの話になっちゃうけどね、今度。うん、なんかすごいこう、まあ近年多いけど、絵に描いたようなステップアップをしていった人だと思っていて、うん、で、リクトが徳島にいた年って、その、まあ、俺ら中規模ぐらいじゃん？そんな小規模のクラブでもないし、うん、ビッグクラブでもなくて、まあ、中規模、中から小ぐらいの規模のクラブが徳島ヴォルティスで、で、もっと下にこう、規模的には小さいクラブがね、たくさんある中で、まあ、こう、踏み台にしてもう一個上っていう、このなんか、王道パターンみたいなのがちょっと数年前ぐらいまであったわけあったと思うのね俺は。ああで、まあクラブもそれを歌ってたし、あの、まあ、育成型っていう言葉を使って、いい選手、若い選手を取ってきて、まあ、ここをまた経験して踏み台にして、より大きいクラブへとか世界へ羽ばたいていってほしいみたいなことを、まあ、クラブは公にしてるので別に隠すことじゃないんですけど、まあ、なんかそれああまさにそのこう路線に乗っかっていった選手だと思っていて、なんかそこら辺のこうリクトが考える水戸に入団した時から考えているこう将来へのイメージとここまでってなんかどうなのかなと思って、まあ想定内なのか、ああ遅いのか、まあ、いや自分的には遅いから、もうちょい若くして J1 でもっとやりたかったなっていうの。ああ、そうなんだ。ですけど、うん、まあ、やっぱこう、まあ、浦和に上がれなかったのも、うん、でまあ、そこから練習参加いろいろさせてもらったけど、うん、まあ、その中で水戸が、まあ、来てほしいっていう最初っていうか、うん、そういうのあったから、水戸に拾ってもらったっていうか、うん、行かせてもらって、やっぱ試合に出なきゃ、評価されないし、うん、まあ、わかんないけど、もし浦和に行ってて、試合出れてなくて、うん、ってなった時とか、じゃ例えば、じゃあ水戸から他の J1 行ってってなった時よりも、まあ、ちょっとまだ、ちょっと遅いかなと思ったけど、うん、そうやって、まあ、J2 でもどこでも、1年間試合を出れるっていうか、まあ、そこは、
勝ち取んなきゃダメだけど、うん、もちろん。しっかりやれるっていうチームでやれといてよかったなっていうのはあります。うん、なるほどね。うん、もう見取り30ゲーム出た後も徳島で15、16、17、18、4年間で97試合、4得点。結構やっぱ、ああ、でもどうなんだろう。4年いたらちょっと少ないかな。90、100試合ぐらいだと。まあ、徳島に移籍して1年目くらいが31試合ぐらいで、うん、2年目41試合ぐらい出てるんですよ。うんうんうん、で、3、4年目は怪我しちゃってたから。ああ、そっかそっか。けどやっぱそういう怪我して中での、うん、まあ、マリノスのオファーっていうのもあったし、うんうん、やっぱそうやって試合に出てて、やっぱ見てくれてる人がいるんだなっていうのをそこでまあ結構感じたかなっていう。あ、まあ、確かにね、うん。やっぱ試合出てなかったら意味ないし。うん、その声もかからないしね、きっと。そうっすね。そこまで出てたパフォーマンスを見て、まあ、今は出てないけどっていう話のオファーだったもんね。はい、あ。確かにな。そう考えると試合数出るってやっぱり一定評価基準になるし、うん、大事よね。大事だなと思います。なんか、その頃のなんか目標とか夢とかあった？もう夢はまあ、J1 でやりたい。どこから？水戸から？まあ、水戸からっすね。うーん、ずーっと J1 でやりたいって思ってましたけど。J1 やったじゃん。やったじゃん。ああ、もうやっちゃったじゃん。J1 ああ、どうなんですかね。ああ、そっから今。そう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 。だから今はまあ、だからそんなその意識してなかったけど、うん、まあ日本代表になりたいなっていうのは思いますけどね。もうだって26になるもんね。A しかないもんね。うん、そうっすね。リクに入るしかない。お前もう若くないな、本当。いや、若くない、26よ。いや、でも20前半のやっぱあれで止まってるから、俺の。ああ、そうっすね。年が、うん。A 代表若くない。そうっすね。山崎涼子もカタールって言って飛び立ってったからな。うん。カタール行きたいんで、つって。熱き思いを残してよし行ってこいっつってそっか。でもやっぱ水戸ってそう考えるとなんか本当選手に与えてるもの大きかったよね。いや相当大きいっすね、うん、しかもまあそうやって使い続けてくれるっていう、うん、いやまあもちろんそれはパフォーマンスも良くなきゃダメなんだろうけど、うん、なんかでもサボれない空気あるよね、あそこは。いいところ、ね。いや、ありますね。うん。ね、そうですね。なんか自分たちの立場ちゃんと分かってんのかぐらいのなんか緊張感すごいあるもんね。うん。哲、うん、さんも熱かったし、あの時。うん。ほんと学ばしてもらったこと多いなっていう印象だな。でもなんかあの頃に比べると今の水戸すごいいいクラブになってるなって思うんだけど。いや、そうですね。うん。施設もそうだし。施設もそうだし、うん、サポーターの数も多分増えてるだろうし、うん、プレーオフ行けるか行けないかの時の、なんか見た試合、見てない岡山と、いつだっけな、あれ。2019か、それこそ。見てないかな。19だな、最終節。はあ、勝ったらプレーオフ。いや、勝って高い上がって感じだった気がする。はあ、で、勝ったんだけど、いけなかったんだよ、確か。あ、だっけな、同点だったかな。その時のなんか、うん、入場の時の雰囲気すごかったよ、うん、映像でしか見れてないんだけど、当たり前だけど。いや、でも、なんか全然もう。今までの力。うん、なんか進んでた、うん、ちゃんとクラブが前に歩みを進めてるなっていうのをすごい感じさせられた。なんかトミさんもその辺すごい魅力的だっていう話してたしね。うん。うん。メイクバリュープロジェクトとかもやってるし。俺もリクともまあゆかりあるから、ちょっと話しされちゃったけど。うん、なくして語れないクラブではあるよね。俺もリクともね。うん、うん。もちろん徳島もそうだけど。そう。じゃあリクとは今から代表を目指すってことか。目指しているってことか。まあでもあと2、3年ですよね。え、カタールって2022？ 2。もう来年で。いいでしょ？うん。
まあでも30ぐらい、その後まで目指そうか。4年、5年。30ぐらいまで。30ぐらいまで。30。うん。いや全然いけるでしょう。そこまでかな。リクトは俺に聞きたいことを作ってこないから、もうあれよ。終わり？終わりよ。聞きたいことね。お父さんとかさ、どうなの？そういえば、だいぶご無沙汰ですけど。いや、なんか結構、そういうサッカーの話とかすんのかなと思って、今でも。ああ、結構、もともとあんましないですけどね。今もあんましないかな。うん。別に何も言ってこないし。まあ、たまに言ってくるけど、うん。まあ、だから俺はあんま言われるの好きじゃないから、聞き流すではないけど、まあ、うん、ああと思うとこは受け入れるけど、うんうんうん。あとはまあ適当に聞いてるぐらいです。適当に。そうなんだね、うん。俺が親だったら結構なんか話しちゃいそうだけど。あ、言わないけど、なんかどんな感じだったのとか聞きたい、聞きたいから。でも聞いてこないでしょ。聞いてこないです。うん。それはそれでこう尊重してるんだろうな、リクトの話を。うん。じゃあ、じゃあ、俺がケン君の印象残ってるやつ言っていいですか？じゃあ、俺の意識が変わったやつ言っていい？この、徳島から、ケン君と離れてから変わったこと。おう。あのさ、ケン君さ、その何年か忘れたけど、キャンプの時にさ、一人一人にさ、うん、まあ、何のためにサッカーやってるか聞いてたじゃないですか。はいはいはい。うん、で、俺はその時、俺、まあ、自分のためって言ったんだけど、うん、知ってるよ。そのね、俺の考え的には、じゃ自分のプレーが良くなったら、うん、あのチームも良くなると思ってたの、ずっとね。うんうんうん、そこはね、変わったかな、うん。チームのためにやってれば自分も良くなるに変わったから。なるほど。うん、それはね、変化かな。このケン君と離れてからの。それ、離れてからもう、まあまあ経つけど、そのなんかじわ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 変化してた、なんかこうパンって変わったの。ね、まあマリノスの時かな、変わったのは。ああ、そうなんだ。うん、やっぱこの先輩たちが、まあ、徳島と比べるとかじゃないけど、うん、その先輩たちが作る雰囲気とか、うん、はこういうチームが優勝するんだなっていう雰囲気みたいな、うんうんうん、その上の人がそういうの作ってくれてるから、下がもうそれしかやるざるを得ないみたいな。あ、練習からプライベートも全部、うん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 、そのチームが一つになってたっていうか、誰もその輪から出てないし、うん、なんかまあ普通だったら試合出れてない人とかはさ、うん、まあ文句も言いたくなるしさ、うん、そういうのもあるけど、もうそういうのも一切顔にも態度にも出ずに、チームとしてよくやってたな、うん、そこがチームのためにみんながやれば、結果優勝したとか結果が出れば自分の評価も上がることだから、うん、まあそういうので意識変わったかな。おお、それはなんかまた一つ俺の統計になんかプラスされた気がします。なんか自分のやってることを正当化してもらえてるような気分です、今。うん、そう、変わったかな。あ、難しいんだよね、ここの考え方が。まあ、うん、個人事業主でやってるからさ、うん、やっぱ自分が評価されれば、まあ、あの上にもいけるわけで、物理的に。そう、でもさ、その評価されるっていうのがじゃあどういうことなのかっていうのを紐解いていくと、まあ、何が先に来るのかっていう話で、いやいや、それは個人事業主だから俺が活躍すればいいだけの話でしょ、シンプルでしょっていう人もいるし、うん、まあ一方で、まあ俺はそっちではなくて、いやいや、じゃああなたが点取るには、じゃあ活躍するには誰がそこにボールを預けてるんですかとか、誰が体張って守ってるんですかとか、そういう思考というかスタンスだから俺の場合はね。うん、そうなった。まあ難しいよね、そこに関しては。だから別に強要するものでもないし、うん、まあ、結果的に、まあ、最終段階はまあチームのためだから、うん、アプローチの仕方が
まあ、変わったかな。でもうん、俺は的にはもうそっちの方が、まあ、どっちも試してじゃないけど、どっちの気持ちでもやってみて、うん、俺はそっちの方が自分もいいし、うん、チームに与える力も大きいかなと思ったから、意識的にそっちに変わったかも、うんうん。でもあの年ね、多かったよ。個人のためって言った人。多かったし。うん、残ってるかな、まだ。総票数すごい多かったよ。うん、個人って。まあ、ちょっと具体的に何したかは言えないですけど、はい。そう言われてみればそうだなと思って今振り返ってた。うん、この辺はなんかまた俺も落ち着いて振り返ってみるとなんか見えてきそうだな。自分のしたことだけど。うん、今でもいい話だったね。なんか同じような雰囲気があった気がする。まあ今もあるし。うん。うん、やっぱそういうのが徳島にこう少しずつだけどいっぺんには良くならないから、うん、少しずつなんかそういうのが根付いてきてるんじゃないかなっていうのは、うんうん、感じられるようになったかなっていう、漠然としてなくなったというか徳島が、うん、なんか育成型クラブとしてパンってきて、はい売りますとか、ちょっとよっ育ててお金回さなきゃいけないですとか、そういうなんかこう、もちろんそれビジネスだからサッカーも工業だしね、うん、そうしないと成り立たないっていうのはもちろん理解してるから、全くそれもごもっともな話なんだけど、まあ一方でじゃあどういうふうにこうたくさんある J クラブの中から差別化して徳島ブロックが自立して動いていくのかっていうところでは、うん、やっぱそういう、うん、まあ鹿島はね本当に確固たる文化があると思うけど、うん、徳島にもそういう自分たちらしさみたいな、自分たちのあり方みたいなのをなんかこう紐付けられると、よりそれに共感してくれる人が集まってくれてとか、お金がとかステップアップがとか、まあそれは後からの話で後付けで良くなって、いやこういう組織でやりたいんですとか、こういう徳島が大事にしてるこういうコンセプトに惹かれてますみたいな、だからここでサッカーしたいと思いましたみたいな、まあそれがまあレンタルでも完全でもどっちを見ても思うんだけど、そういう人が、そっち先行で入ってくる人が増えたんじゃないかなっていう気がしてるんだよね、うん、俺は。それってすごいいいことだなって思うし。こんばんは。うん、ゲストちゃん、こんばんは。めめに食いてきて。自祖子供出演初めてかもしれない。やっぱ違うな、大物の子は違うな、やっぱ。いや、俺んちね、うん、ないんすよ。マジで。お前さ、そんな夢のないこと言うなよ。あのね、部屋の問題じゃなくて、家庭の問題。家庭の俺の立場上の問題。弱い。優先順位で、そう。弱いな。だから端っこでやってるから。ごめんなさい、なんか。いや、そんな中、うん。いや、そんな中だけど、すごいいい話できてるわ。隅っこから出てくる話、すごいいい話多い。うん28分ぐらいなんで、すごいよ、なんかもう出てきた瞬間みんなかわいいみたいな誰の話がつまんないねんって言ったろがぐらいのかわいいかわいいかわいいよしよしよしそうですね、なんかちょっと広げて、あともう一個、あ、いいよ、名言っていうかあれ言っていいですか。何、誰の、俺の名言？違う。あのね、いや、よく、まあ、音楽とかよく聞くんですけど、うん、まあ、その中で、まあ、インスタでもつぶやいたことあるんですけど、うん、ちょっと待って、あっち行ってて。あのね、うん、目見てみて。なんか、その、自分でちょっとアレンジして言うんですけど、うん、そのサポーターのためにやるんじゃなくて、サポーターのおかげで自分たちは頑張れてるみたいな。だいたい俺らが夢を与えるスポーツじゃないですか、うん、で俺らがサポーターのために頑張りますとか、うん、そういうのってよくあるけど、うん、それ以前に、まあ、こういうコロナになってとか気づかされた部分もあって、うん、
やっぱサポーターがいてくれるおかげで自分たちのサッカーできてるし、うん、それを還元するためにプレーとかで、うん、根本的に自分たちがサポーターのためじゃなくてサポーターのおかげでサッカーやれてのたのその後にためにがあるなっていう、うんうんうん、そういうのを、うん、思うようになった。大人になったね。そうそうそう。そうそうそう。自分たちがね、そういう立場上とかじゃなくて、うん、支えてもらってやってるよ、やってるっていうのを思えるようになったから。うん、まあだから、サッカーもそうだし、別に普通の会社で働いててもそうだけど、うん、まあ一般的に会社とか飲食って、なんか、まあ食べ物を提供することでお金を得てるじゃん。うん、まあ、それが俺らの場合は物ではないから、うん、うん、そのも物理的に何かを手に持って帰るっていうことは、まあ、お土産以外できないから俺らの場合は、うん、だから記憶とか心で持って帰ってもらうしかなくて、うん、それを持って帰ってもらうのってすごい難しいじゃん、うん、物じゃないから。で俺らも人間だから、そのいつもそういう、なんだろうな、感動的なシーンを届けられるかって言ったら、それもなかなか難しい。もちろんそれにトライはしてるけど、常に。でも限りなくそれにこう近いもの、何でもいいから得て帰ってもらいたい。何でもいいから、なんかこう、うん、ちょっと元気出たとか、まあ負けたら持って帰るものあんのかな、ちょっと俺わかんないけど、まあ悔しいっていう気持ちを持って帰ってもらってるのかな。でもよりなんか自分がこうハッピー、応援しに来てくれた人がお金を払った上で、あ、これはもう、払ったものに値するっていうものを表現するのが仕事だから。だから、やってること自体、そうだな。まあ、オムライスもサッカーも変わんないというか。だから、そこにちゃんとものが乗っかってるかどうかっていう、思いが乗っかってるかどうかみたいな。っていうのは、まあ、大事にしなきゃいけないよね。常に。そうっすね。でもなんかずっと、日常の中にサッカーがずっとあるとさ、当事者側からすると、なんか薄れてっちゃうじゃん、やっぱそこが。目に見えないものを提供してるからさ。なんか、オムライスの卵割れてても気づかないみたいな。なんか、こんなもの提供してても全然なんか、それを調理したものとして出しちゃってる、全然プロの、見栄えでもなければ味でもないみたいなプレーをしちゃうこともまあなくはないというか。でもそういうのをこう限りなくゼロに減らさないとダメだよね。そうっすね。飲食の人、そういうのミスしたりしないじゃん、やっぱ。そうっすね。卵割れてるオムライス出す店ないでしょ、多分。ない。そういうものをこう目指さないといけないよね、常に。目に見えないからこそ、もっと大事にしなきゃいけないし、もっとそこについてこうコミットしなきゃいけないし、思考を巡らせなきゃいけないし、っていう仕事だろうなっていうのはすごい。まあ、今、リクトの話聞いてると、改めて思うね。やっぱコロナとかそういうのね、含めると、そうそう、より一層。いやー、いいんじゃないでしょうか。どうでしょうか。すごい、今日はもう、探り探り。リクトだから、なんか俺もちょっと安心しちゃってるわ。やりやすいから。リクトが大人になってるって。確かに。コメントを。選手会長だからね。いや、選手会長なの？ そう。知らなかった。鹿島の選手会長。もうお前、それ、大役も大役じゃん。でもまあ、成長してる。成長してる。成長してるから。またね、コロナも収まったらね、徳島でね、また寿司連れてってもらわなきゃ。ねねえ、まあ、その収まったらいくらでも連れてきますよ、もう今日のお礼に。すごいよ、今だって、同時視聴者数だから、なんか今なのかちょっとわかんないけど、480ぐらい今、見てる人がいるのかな、これ。すごい、なんか、コメントがバンバン来るから、拾う間もなくどんどん過ぎていってしまう。
ちょっとなんか喋ってて。いや、喋ってるじゃない。ちょっと面白いこと言ってて、ちょっと。なんかあるかな、面白い出来事あったかな、徳島って。あ、というか、なんかで、インスタかなんかで見たけど、クラブハウスできたんですね、徳島。ああ、できました。なんかちょっと見たけど、めちゃくちゃ綺麗で。うん、すごいよ。すごいいいっすね。あれはね、すごい。すごい。うん。いいの。なんかね、うん。全部木でできてるんだけど、ああ。なんかその木でできる建築物が、その耐震問題で、うん。なんかね、あれだけ大きいものを木だけで作るっていうのは結構なんか難しいっていうか、印象されないみたいな。で、なんかその木を単純にこう貼るんじゃなくて、重ねて貼って強度を増して、うん、で、クリアした建造物らしくて、あれが、うん。で、それがなんか日本初らしくて、なんかその重ね張りのなんか、ちょっと、ここ知識不足申し訳ないんだけど、重ね張りの。すごいな。大きな建物で日本初で結構なんかいろんな業者さんが見に来てるみたいで、珍しい建物みたいな。すごいっすね。うん。徳島の木材 100% で作って、見に行ってみたいな。すごいよ、また。うん、マジ立派だし。いや、俺嫁徳島出身じゃないですか。うんうん。まあだから第二の故郷でもあるから、まあまあ、いや、まあ、とはいえ部外者なんで、まあ、いや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 。嫁さんが故郷なだけで、つい、あの。いやいや、もう結婚して大の故郷。さっき4年もいたし。埼玉市って書いてあったんで、ウィキペディアに。まあ、行くことあったら、今、まあ、なかなか難しい状況だけど。そうだね。うん、行きたら行きたいですけど、ね、特殊もまた。リクトに質問があります。はい。ナイトバスミュージックさんから。リクト選手、はい、今年の徳島どう思いますか？今年の徳島、はい。今年の徳島どう思うか。見てないか。ああ、でも、まあ、ハイライト、直着。うん。まあ、岩尾健がいるから大丈夫でしょう。やば。マジで。いや、あの、いや、じゃあ、マジ。あの、りょうたくんいるじゃないですか、長木りょうたくん。うん。りょうたね。りょうたくんとも話してるんですよ。りょうた。岩尾健いるからいいだろう、みたいな。いや、りょうたこそ適当だからね、結構。いや、そうっすよ。あ、面白いっすね、あの人。天然でしょう。めちゃくちゃ面白い。認めないけど、天然なんで。いや、りょうたともやりたいな。りょうたに出てくれるか。いや、言ってましたよ。え？あ、でも、りょうたくんそう言ってて。やんないでしょ。人見知りだし。いや、人見知りの俺は知ってるやん。人見知りじゃない。いや、でもこうやってあのネットで。うん。見られてるとかになったらもう恥ずかしくて喋れない。嘘。ちょっと一回投げてみてよ。言ってみようか。明日会うしょ。うん、明日。でも今日やるって言ったんですよ、うん、ケン君と。おお。そしたら、うん、変わったらけん。いや、俺全然変わってねえよ。どうしまってんだよ。変わったのかな。うん。りょうたとか。りょうた君にやりたい。その若い頃から知っててから。うん。うんうん、変わってた。そうだね、確かに。個人的にはめちゃくちゃやりたいけどな。やってくんないかな、うん。今度オファー出すねって言っといて、明日。OK です。あられさん。204、204あられさんから。リクトは徳島との対戦は楽しみですか？古巣は特別ですか？いやー、それはね、楽しみですよ。ポカスタ、まあ、でも楽しみなんじゃない？いや、僕はそう、スタジアムもそうだし、うん、まああの今金鳴らせるじゃないですか、徳島の。ん？え、金鳴ってますよね、あのサポーターが。ああ、はいはいはい。あれも懐かしいんですよ。ああ、そうだね。うん、あれも徳島だけじゃないですか。そうだね、うん。鳴らしてんの。まああれも懐かしいし、うんうん、でも選手結構変わっちゃってるから。まあそうだよ、もちろん。うん。まあでも楽しみだし、あと最近もうトール君に全然会ってないし。あ、それがらに、トール選手と何か思い出ありますかって、ミコさんから。あ、めちゃくちゃありますそれ。どう、思い出深いのちょうだいよ。思い出深いの、オンザピッチとオフザピッチ1個ずつ。オンザピッチ内は別に特にないかな。
ああ、でも、賛否両論、うん、まああったかもしれないけど、エンジン組むときに、二人だけの合図するやつあるんですよ。うん、ああ、あれね。あれ。これね。あれ懐かしい。そうそうそう。あれ懐かしいな。あれ懐かしいね。それは俺もわかるやつだわ。うん、懐かしい。懐かしい。プライベートはね、もうほぼ毎日、ほぼ毎日っていうかまあ、ご飯連れてってくれるし、うん、夏は淡路島まで行ってバーベキューするし、うん、めちゃくちゃよくしてもらいましたけど。そうだよね。子分がめっちゃすごかったもんな。うん。なんか、本当に俺が覚えてるのは、うん、あの、飲みに行った時に、うん、俺と、井筒が、うん、二人でよく飲み行くから、飲み行ってて、うん、で、なんかちょっと暗い道を井筒と二人で歩いてたら、前から、うん、なんか5、6人のすごい怖い人たちが向かいから歩いてきて、うわ、なんか怖そうな人たち来ましたよみたいな井筒が言って、うわ、マジやっつって、俺ら端に受けたら、あの、トール軍団だったっていう。確かに、まあ、まあ、トール軍とか、まあ、一輝君とか、そう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 、そこら辺ちょっと、ジュニアとか、まあ、そうそうそう、こわもてじゃないですか、うん、タッパもあって。うん、そうだな、安心したわ、知り合いで。やられます、うん、いや、だと、やられ本当に。だいぶもう、あの勢力弱い。危ない。トル君大丈夫ですか？大丈夫、大丈夫。むしろなんか、やっぱ、ちょっとここではもう時間の都合上語れないけどね、彼は非常に重要な人物。うん、会いたいっすね、トル君。ねえ、うん。最後にしようかな、質問。はい、マリノスに移籍したときに J1 と J2 の違いや戸惑ったことは何かありますか？ ASDTV さん。戸惑いはなかったけど、やっぱね、強度がすごい。ああ、インテンシティね。もう、でも、その、徳島のときも楽しかったけど、その特殊ダンス、サッカーが、うん、俺サイドバックであんな中入ってとか、うん、やったことなかったけど、うん、めちゃくちゃ楽しかったし、うん、まあ一人一人のクオリティも高いから、うん、まあ自分が上手くなった気になるみたいなとか、うん、まあそのぐらいかな。気になるの、上手くなったんでしょ。いや、まあ、じゃあ例えばパス一本ちょっとずれてたら、それをなんとかカバーできる。そうそうそう。うん、無理した体勢でも渡してもキープしてくれる。そういうのが、まあそういう強度とかもそうだけど。うん。めちゃくちゃいいっす。なるほどね。よかったっす。なんかそこは俺らも今求めてるとこなんだろうな、きっと。どうっすか、逆に。何試合かやって。いや、強度は感じるね。なんか早いっすよね。早くない？早いチームはマジで早いけど、うん、チームに よるかな、うん、でもなんか変わる、やっぱこう戦況が変わる、すごい、うん、だらだら90分いかないというか、あ、確かに、うん、だ交代選手とかさ、うん、まあ、監督の修正力というか、うん、なのか個人なのか、まあ、いろいろあると思うけど、うん、いずれにせよすごい変わるなっていう、うん、ぼーっとしてるとマジでなんか確かに変わってるペース、うん、うん、それを感じるかな。もちろん強度はもう当たり前にある、玉際とか、うん、うん、当然あるけど、そんなとこでしょうかね。はい、じゃあ、リクト。うん。これからの、広瀬リクト展望を最後聞いて終わろうかなと思います。なんかある、自分の中にこう、ざっくりというか、イメージしてることとか、まあ、確固たるものがあれば、もちろんそれでもいいし、まあ、今すごい強烈に意識してることでもいいし。まあ、この年になって、まあ、中堅ぐらいになってきて。うん。まあ、このチームを勝たせる選手になりたいっていうのと、それはピッチ内でも
ピッチ外でも、うん、上と下をつなぐ中継点でもあるし、そういう選手、そういう人になりたいです。うん、なるほど。なんかいいね。こう、自分、なんていうんだろうな、広瀬陸斗っていうプレイヤーとしての価値と人間としての価値をこう、上げていかないとできないじゃん。自分のことだけ考えてると多分それってできないから。うん。なんか、ちょっと深みを感じるようになった、広瀬陸斗に。あんなにひよっこだった。表面上だけの男じゃなかったし。ああ、薄っぺらい。井筒が言ってたもんな。薄っぺらいは。なんもないわって言ってたもん。リクトとタイガーはなんもないとか言ってた。なんもない。うん、そうですね。そんな頃も懐かしいけど、やっぱこう。懐かしい。うん。でもマリノスに移籍して、今鹿島でプレーしてて。うん、まあ、そんな男がそういうのですから、はい、まあ、マリノスもアントラーズもやっぱこう組織としてね、やっぱこう感じさせられるものがやっぱあるってことですね、うん、はい、うん、いやー46分になっちゃいました。終わりましょうか。終わりましょうか。まあお互い怪我に気をつけて、はい、またそうですね、うん、バチバチ戦える日を楽しみにしています、はい、本日は未来の鍵第7回、鹿島アントラーズから広瀬陸斗選手にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。見に来てくださったたくさんの方々も本当にありがとうございました。また来週月曜8時から、お待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。